道が今週土曜日から大規模接種会場を設置する札幌市厚別区のホテルエミシア札幌。今朝、一人の男性の姿がありました。ここに来てやってくれるんじゃないの。年寄りでは大変だよね。やっぱりここ電話も受けないからね。会場での直接の予約は受け付けていません。札幌市で今日から始まった4回目の予約受付。新たにホテルエミシア札幌と白石区の札幌コンベンションセンターの予約ができるようになりましたが、道が大規模接種を行うホテルエミシア札幌の予約は電話ではできず、インターネットのみの受付です。予約に戸惑う高齢者が多い中、こんな取り組みも始まりました。今予約をさせていただいたのが6月20日日曜日の13時から13時30分の間で、エミシア様の方で受けていただく形です。厚別区、清田区、手稲区の3カ所の会場で NPO やボランティアが高齢者のインターネットの予約を手伝っています。この予約でエミシアの場合には2回目の予約がもう自動的に取られております。はい、でこの日付から28日後の同じ時間帯が基本となりますので、デジタルでできる人たちは何も悩みがなくて自分でできますが、特に高齢化率が高いもみじ台は 50% 近いので、2人に1人は65歳以上なので、かなり課題だろうと思って。また道内130のドコモショップでもインターネット予約を手伝うサービスを無料で行っていて、スマートフォンを持っていけば誰でも利用できます。毎週木曜日を、教室という形でやらせていただいているんですが、個別に対応させていただくことも多いです。ワクチンの接種が進み、2回目を受ける人も増えてきています。気になるのは2回目の接種の方が多いという副反応です。2回目打って全然気分悪くないです、はい、今は全然何でもないです。あと気になったら、痛いとか熱じゃなくてもこの間のお薬飲んでも大丈夫ですか、はいね、札幌市豊平区の加賀谷忠さん、はい、先月24日に1回目のワクチン接種を済ませ、3週間経ったおととい2回目の接種を受けました。前回と一緒で何にも感じません。痛くも痒くも全然大丈夫です。接種直後は目立った副反応が出なかった加賀谷さん。しかし翌日再び話を聞くと、昨日夕方ちょっとね、頭が重くかったり二日酔いのああいう感じでしたね。今朝まではちょっとこういう感じすると、ここが張ったような感じで痛かったですね。病院から処方された解熱剤を飲み、少し横になると2時間ほどで症状は収まったといいます。最高でいうと40度まで出た人もいましたね。8度台は当たり前に出てました。2回目は割と打ってからすぐから調子が悪くなってたので、2回目の方が副反応は強いんだろうなと思います。